こんばんは。2024年、2月28日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。2月27日のね、広島市議会、パレスチナね、のね、休戦決議、これがね、採択をね、されております。これ、そのこと自体はね、まあいいんだけどね、まあこの決議体がね、不十分という部分もね、指摘も あったりして、まあね、ユダヤ系米国人のね、レベッカさん。西岸運動ね、戦闘で叩いた方にとってはね、やっぱり不十分と。まあでも、保守の方も含めてね、全会一致という意味ではね、まあ、この内容にならざるを得なかったんだろうな、というところも思うんだけど、私でもやっぱりそれはね、休戦じゃなくてやっぱり停戦と。ね、それからね、人道危機じゃなくてもジェノサイドと言った方がいいというのはね、レベックさんに同感です。ただまあ、パレスチナね、決議、まあ、された一方でね、ちょっとよろしくないね、決議をね、されております。すなわちね、市民に、ね、説明できない、このね、いろんなね、第三セクターね、救済ね、決議というものがね、できています。具体的にはね、駅前図書館、移転ですよね。駅前中央図書館移転のね、ためのね、広島駅南口、開発に対してね、からね、お金をね、中央図書館をね、移転する部分について、ね、だからLLA 館のね、その部分をね、建物のその部分をね、購入するということですよね。まあ土地がね、3.1 億、建物約 65.9 億、まあ合計で69億ですよね。うん、結局ね、今回も本当ね、だから図書館移転ということをね、名目を変えたね、救済ですよ。はっきり言うとね。で、中央図書館自体はね、じゃあ、浅野文庫とかね、広島ね、文学についてはね、なんか広島市役、市長公舎のね、跡地にね、これを移転するという話でね、なんかもうバラバラにしちゃうということですよ。ね。うん。何やってんだかね、さっぱりわかりませんよね。うん。ね、市民が勉強しやすくするんだったらね、中央図書館もね、浅野文庫もね、同じ建物の中にあった方がいいに決まってるじゃないですかね。中央図書館でね、だからその、現代のね、やっぱり、そういうね、学者のね、学説をね、書いてある本をね、見ながらね、じゃあ、浅野文庫のね、本もね、とかね、広島文学の本も見ながらっていう形でね、勉強した方がいいに決まってんだけどね、まあ、そういう意味でもね、利便性低下しちゃうと。まあ、全くね、わからないと。まあ、結局ね、震源地はやっぱりこのね、第三セクター救済であるというところをね、この門田よしこ市議会議員、中区のね、まあ、無所属の方ですけど、まあ、どっちかっていうと、ね、もともとね、保守系、無所属のね、会派のね、議員だった、間にはね、京子さんのね、後継として出られた方ではあるんですけどもね、本当ね、筋の通ったね、議論をね、これはね、されているところであります。はい。それからね、まあ、いろんなね、問題、これはね、宮崎園子さんって人がね、あれからもね、出てくるんだけどね。まあ、まあ、結局ね、必ずしもだからね、良いね、決議がね、議論、決議案ばっかり、ね、出てるわけではないというところの一つがね、まあ、なんか、でもね、規制するね、決議ですね。まあ、でも規制する、ね、決議というところね、ついてね、まあ、あれですよね。この、ね、というところですね。まあそういうところだなというところをね、思っております。だから暴力事件つってもね、まあ転んだというと、うん、もう本当ね、市役所の職員が転ばれたと、怪我をされたということについてはね、本当にね、あれなんですけども、いわゆるね、一般的にね、殴り倒したとかね、そういうね、レベルの暴力ではね、なかったというふうにね、私はね、伺って、います。まあね、まあ、ただね、やっぱり、
やっぱ慎重に、ね、なっていかないといけないと。慎重に、ね、なっていかないといけないというのはね、いうところですよね。うん、やっぱり慎重に、やっぱりね、言論のね、表現の自由にね、制約にね、ならないようにね、やっぱり、ね、慎重にね、やらなきゃね、いけないんですよね。いうところだな、というのはね、思っております。まあ、ただ残念ながらね、まあ、共産党さんも含めてね、これ、賛成多数で賛成。だから、社民党の方がね、賛成というところかな。社民党の方が反対されたんですね。失礼して、正反対のこと言っちゃうか。ですね、共産党の方は、ね、結局、賛成、されたというところですよね。まあ、門田議員のね、発言についてはね、まあ、教育直後とね、それから、G7 のね、サミットのね、問題について話をね、されてるというところですよね。まあ、というところでね、まあ、ちょっとね、いろいろな意味でね、まあ、なんていうかな、まあ、問題のある決議がね、出てしまったというところですけど、特に、ね、やっぱりこの、第三セクター救済の問題については非常にね、これでいいのでしょうかというふうに、言わざるを得ませんよね。まあね、広島県の湯崎知事は湯崎知事でね、またね、大問題というところですしね。そしてまたね、サミットもね、やっぱりこの問題もね、あるということでね。記念コーナーでね。ということですね。まあ、といういろんなことがね。いうことがね、ある。うん。いうことでね。まあ、かなり、ちょっと問題のね、ある、やっぱり、議論に、ね、なってしまったのかな、というところをね、まあ、私を申し上げまして、宮崎に、まあ、ということでね、まあ、皆さんね、まあ、ちょっと今日はね、門田議員のね、質疑応答を中心にね、ご紹介をさせていただきましたけどね、まあ、他にもね、いろんな議員がね、問題点に指摘してんだけど、結局最終的にね、多数でね、市長与党というか、ね、ここに押し付けられてしまったと。いうことはね、非常に、残念ではありますけれどもね、引き続きね、まあ、広島市民と、一市民としてね、広島市議会ね、監視をね、していきたいというふうにね、思う次第でございます。それではね、皆さん最後までね、ご協力、ご清聴ね、誠にね、ありがとうございます。それではね、失礼いたします。